で、この頃からね、なんかね、どうやって死ぬんだろうとかって思うようになったのかな。なんかこう歌詞の中にも、あと何回君を抱きしめたらっていうようなこととかね。僕、桜の花が好きだったりするんですけど、桜の花って、まあもちろん冬桜もあったり、種類によっては、春だけじゃない、花見の頃だけじゃないんですけど、原則としてはなんか花見っていうのがすごく好きで、まあお酒が好きだってこともあるんですけど、それもあと何年これ見られるんだろうって思うようなことと、それからなんか、まあ当然のこととして、まあ、60ぐらいまで起きるんだろうな、とかって、まあ、自分の母親は割と早死にですけど、父親は長生きしてますし、で、そんなこととかで、まあ、生きるんだろう、ということは思ったけど、なんか、二つの世紀をまたいで、生きるんだ、というね、なんか自覚がどっかなくて、20世紀終わるんだ、って思って、で、その頃ってのは僕は別に、不幸せだったわけではないけれど、なんかずっとチャンスを待ってるというような時期だったのかな。で、もちろん、プライベートにはとっても順調というか、で、やりたいこともできてるし、で、一つ何だろうって考えたときに、やっぱり僕ら、売れた覚えがある人間というのはもう一遍売れたいとかってね、どうしても思ってしまうんだね。で、なんか売れたいなってんで、それでもなんか世の中の流行りとかそういうのを追いかけるんではなくて、次のその、なんたら流行りとかを予見して、そういう傾向に持っていくとかってんじゃなくて、あくまでも自分の好きな作品で売れたら最高に嬉しいんだろうっていつも思い続けてね、もう今日も過ごしてるわけなんですけどね。いやいや、それはなかなかね、もう、ザ・タイガースで売れてソロでも、一度やなく二度までも売れさせてもらったんですから、そんなにずっとは売れないだろうと思ってて、で、20世紀から20世紀になったら、なんか変わるだろうと思ったんですけど、で、思い切り張り込んで2枚組作っちゃったんですよね。で、2000年には来るべき素敵という2枚組のアルバムを作っちゃって、ね、その、中から聞いていただきたいと思います。足部と世紀の片恋、聞いてください。青春で磨い自分のことで
Yeah.
昼の0時15分からお送りしてまいりました。今日は一日ジュリー三昧、スタートからおよそ10時間30分ですか。まあラストまで2時間ぐらいですね。あっという間ですよ。もう寂しくなってきましたね。ちょっと一旦中断しまして、青春アドベンチャー、ラジオドラマです、有頂天家族、原作は森見富彦さんですね。下鴨神社に暮らす狸の物語。下鴨神社、昔の縄張りじゃないかみたいな。再開は11時からです。最後の2時間は21世紀に入ってからのアルバムからたっぷりお届けします。今日は一日ジュリー三昧、再開は11時です。